東北新社役職員による総務省幹部接待問題は2021年2月現在内閣総理大臣である菅義偉の長男を含む東北新社の役職員が監督官庁である総務省の幹部職員を接待していた問題である。総務省は2021年2月24日に幹部職員の懲戒処分を発表したほか前後市役人化を更迭した。 総務省には有識者による検証委員会が立ち上げられ、委員長には谷脇の高校の後輩にあたる新谷正義総務副大臣が就任すると発表された。ところが、2021年3月10日の週刊文春で2020年11月に新谷の秘書が日本電信電話株式会社から接待を受けており、 新パニー自身も2021年1月に会食する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け中止となったと報じられた。3月12日に検証委員会に総務省職員は加わらずに第三者のみで構成されることに変更された。問題発覚後辞任した山田広報官2021年2月26日、東北新社は、 二宮清隆社長が辞任し、創業海外からは初めて中島信也が社長に就任。また、メディア事業部の統括部長を務めていた菅の長男を懲戒処分とし、人事ぶつけとしたことを発表した。2006年に菅義偉は、総務大臣就任時、無名のバンドマンで、社会人経験のない無職の長男を大臣秘書官として抜擢し、 多数の総務官僚との接点を持たせた。2008年に菅義偉の後援者である上村万次郎が創業した東北新社に入社し、総務省担当を担うようになった。2012年、2014年、2017年、2018年に上村は菅義偉に計500万円の個人献金をしていた。総務省と 東北新社の幹部が会長を務める衛生放送協会による有識者会議が休眠状態になった直後に2018年分の50万円の個人献金があり、この頃から東北新社は会議メンバーの総務官僚に接待構成していた。2016年7月から2020年12月にかけて計13人の総務省職員が 東北新社側から計39件の接待を受けていた。会食は東北新社の子会社、スターチャンネルの免許更新の直前に集中していた。2016年10月に東北新社は BS チャンネル、ザ・シネマ 4K の事業認定を申請した際、外資比率が20.75%で放送法に違反した状態だったにもかかわらず、 外資比率が20%未満であると事実と異なる申請を行い、審査する総務省による認定を受けていた。2017年10月、東北新社は外資比率が20%を超え、放送法に違反した状態だったにもかかわらず、子会社に事業を継承していた。2018年に総務省は、東北新社の子会社、以後、 将棋チャンネルの CS 放送業務を認定した。菅の長男は、以後、将棋チャンネルの取締役を兼務していた。2018年に、CS 放送業務として認定された12社16番組のうち、ハイビジョン未対応で認定されたのは、以後、将棋チャンネルだけだった一方で、ハイビジョンに対応していても落選した番組もあった。2020年12月、総務省と、 東北新社の幹部が会長を務める衛生放送協会による有識者会議は事業者のコスト軽減など協会側に有利な報告書案をまとめた。2021年2月3日、文芸春秋、週刊、文春が東北新社役職員による総務省幹部接待問題を報じた。2月4日の衆院予算委員会で野党議員の追及を受けた菅義偉は、 今もう40ぐらいですよ。私は普段ほとんど会ってないですよ。私の長男と結びつけるちゅうのは、いくら何でもおかしいんじゃないでしょうか。私、完全に別人格ですからね。もうと感情をあらわにした。2月17日、菅義偉は、上村万次郎から受け取っていた計500万円の個人献金について、12、14、17年は、衆院解散の時で、 選挙のお見舞いということだと説明した。確かに2012年、2014年、2017年分の献金はすべて衆院選の時期に前後しているが、2018年10月3日の50万円分の個人献金の前後には選挙はなかった。2月19日、総務大臣、武田良太は、接待を受けた、秋元義則と湯本博信を2月20日付で、 官房付けに移動させると発表した。武田は今回の人事移動は全く関係がないと述べ、事実上更迭との見方を否定し、重要法案の審議をお願いしなければならない中で、適材適所の配置として行うものだとも説明した。2月22日、総務省が衆院予算委員会の理事会に内閣広報官山田牧子が2019年11月6日に、 菅の長男と会食をしていたとする調査結果を報告した。20日に事実上更迭された秋元義則の公認となった総括審議官は皮肉にも山田の夫だった。2月22日、菅義偉は予算委で長男が関係し結果として違反する行為をすることになり大変申し訳なく思っている。国民にお詫びすると陳謝した。 菅義偉は、長男が就職する際、総務省との関係については、距離を置いて、付き合うように言ったと明かしたが、前日の2006年に長男に、多数の総務官僚との接点を持たせた後、総務省の巨人化先への就職を許したとする、文春の報道内容とは矛盾している。また、長男は別人格であり、仕事の内容についても預かり知らぬと答えてきた。 これまでの答弁とも矛盾している。2月24日、総務省は国家公務員倫理規定に違反したとして、接待を受けた13人のうち11人を処分した。重い処分である懲戒は9人で、谷脇康彦総務審議官ら7人を、減給、2人を開国にした。残り2人は懲戒ではない処分で訓告と、訓告相当にし、 武田良太総務省は3ヶ月分の閣僚給与を自主返納すると発表した。13人のうち課長級職員1人は利害関係者ではないとみて処分から外した。山田もすでに総務省を退職していて特別職の国家公務員のため処分対象からは外れている。山田は1ヶ月分給与の10分の6である70万5千円を自主返納し、 約7万4000円とされる飲食代を東北新社側に返金することを加藤勝信官房長官に伝えたが広報官の職は続けることとなった。2月24日夜、菅義偉は女性の広報官として期待しておりますので今後とも職務の中で頑張ってほしいと記者に答えている。2月25日、山田は初めて参考人招致された。 衆院予算委員会で野党の追及を受けた。山田は名刺交換はこの会合以前にしていたと思っておりますと答えておきながら立憲民主党の今井正人議員が会食に行った時に長男がいると認識していたのかと、ただすと山田は交流がほとんどない状況だったので事前にきちんと認識していたかというとそうではなかったのではないかと矛盾する答弁をした。 五人の会食時の認識は横並びだったと思うのでお話もしておりませんのでどういう方がいたかもにわかに思い出せなかったということですと山田は迷走答弁を続けた今井が五人で会食してそこに首相の息子がいたかどうかわからないなんてことがあるのかなどと正すと山田は私自身仕事プライベートでも お会いする方がどういった方のご子息であるかとかは、あまりお付き合いに関係がないと思っている、菅様がいたことについて、こういう言い方は適当かどうかわかりませんが、私にとって大きな事実だったかというと、必ずしもそうではないのではないかと,と答えた。答弁では、6日前に、総務省の情報流通行政局長が助け舟を出す場面もあった。 同じく25日午前の衆院予算委員会で、武田良太総務省は、問題の責任を取って武田が辞任する考えは、ないとの認識を示した。武田は、二度と起こらないようにどう組織改革していくかが、私に課せられた責任だと強調した。なお、武田が総務省に就任した2020年9月16日以降も、違法接待を受けた、総務官僚がいた。 2月26日、東北新社は総務省幹部との接待に参加していた代表取締役社長に野宮清隆が隕石辞任したと発表した。メディア事業部の統括部長を務める幹の長男も人事ぶつけに更迭し、会食に参加した2人の執行役員を解任した。2月26日、東京都や神奈川県の市民で作る 検察庁法改正に反対する会が総務省幹部ら13人を収賄の疑いで、官の長男や社長を含む東北新社側の4人を増賄の疑いで東京地検特捜部に告発した。2月28日、山田蒔子内閣広報官は体調不良により2週間程度の入院過料を要すると診断を受けて入院した。3月1日、山田はを伝え、 関内閣は同日午前の持ち回り閣議で辞職を決定した。3月3日以降は、鈴木茂木や山田と、谷脇、秋元、総務省国際戦略局長、外務審議官が、NTT の宇野浦博前社長や沢田淳社長、子会社、NTT データの岩本敏夫前社長からも高額な接待を受けていたことも、週刊、文春の報道などで発覚。 3月5日、東北新社外資規制放送法違反問題が、参議院予算委員会において、元総務官僚で、立憲民主党議員、小西博之より指摘された。東北新社は、BS4K の衛生機関放送事業者に、認定された2ヶ月後の2017年3月に、外資比率が21%に達していて、その時点で、外資比率を20%未満とする規制に反して、 いたという可能性が高かった。放送法第103条第1項で外資規制に反することになった時には認定を取り消さなければならないが、総務省は認定を取り消さなかった。認定が取り消されず、半年後に東北新社は子会社を作って事業を承継させていた。これについて、小西は菅総理大臣の長男が働いている会社だったから、 認定を取り消さなかったのではないか。その後の子会社への継承は規制違反を脱法するための違法行為ではないかとただした。その際に事業承継を決裁したのが当時情報流通行政局長だった内閣広報官山田脇子だった。3月8日、参議院の予算委員会で小西博之議員からの総務省官僚の皆さんが処分された後に 長男の方とは何ら話をしていないんですかとの質問に対し、菅は長男から私に対して当初申し訳ないという電話はありましたと述べたが、接待の場でどのような役割を果たしていたかなどについては全く話していないと述べ、普段からお互いの仕事の話もせず、干渉をし合うことがないと、長男とは別人格であることを強調した。3月15日。 参議院予算委員会に出席した東北新社の中島社長が総合通信基盤局電波部長に事前に外資規制違反の事実を報告をしていたと証言したが、これに対し総務省情報流通行政局長が報告はないのではないかと答弁し否定した。3月16日、衆議院予算委員会に出席した総合通信基盤局電波部長は、 外資規制違反のような重要な話を聞いていたら覚えているはずでありまして、そのような報告を受けたという事実の記憶は全くございませんと答弁した。総合通信基盤局電波部長は繰り返し記憶にございませんなどと合計11回答弁した。立憲民主党の後藤祐一議員の会ったことはありますかそしてどのぐらい会っていますかという質問に、 総合通信基盤局連覇部長は年末年始とか移動のタイミングでご挨拶したと記憶していますと答弁した。後藤の会食の場であったことはありますかという質問には総合通信基盤局連覇部長は記憶の限りでは菅の長男を含めてそういった方々と会食したことはございませんと答弁した。三月十七日立憲民主党は 武田良太総務省が答弁に立つ総合通信基盤局電波部長に記憶がないと言えと指示した疑いがあると発表した。立憲民主党の奥野総一郎国対委員長代理によると16日の衆院予算委員会の中継映像を分析した結果外資規制違反を東北新社側から報告されたかどうか総合通信基盤局電波部長が答える際に 武田が閣僚席から声をかけたとみられる様子が確認され、総合通信基盤局電波部長は直後に記憶はございませんと答弁していたという。3月18日、記憶がないと言えと指示した疑いについて、武田良太は口に出たかもしれないとしつつ、答弁を指示する意図は全くないと釈明した。武田は記憶がないという言葉をめぐり、繰り返しのやり取りが続いたため、 その言葉が出たかもしれないと説明した。ありがとうございます。